皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとまた戦闘音楽を変えますか。まあロマサガ2で今度は行きたいと思います。でミンウがいるんで、まあ、ちょっとミンウを外しちゃいましょう。またユフィに戻します。武器とかもういっか。これで月の腕輪もそんなすごい必要ってわけじゃないんで、じゃあ入れ替えでミングとユフィ。でもな、ミングもな、ヘイストとか、まあいいか、ちょっと攻撃力重視で。でユフィ何装備してるんだ。これで大丈夫か。普通に白のローブはさすがにね装備できないと思うんで、これで天魔の手綱で、また山に囲まれた城があったんで、今回はそっちへ行きたいと思います。あれ、なんか出ちゃった。お、ここに通じてんのか。ああ、こうやってくんのね。滝流れてるけどさ、地上までは滝流れてないよ。左上の方に、確か祠から出てきた時に、あれ、ここ行けなくねみたいなのがあったと思うんで、そう、こっから出てきて、次はここかとか言ってたけど、全然ここじゃなかったっていう。あ、山には降りられないな。じゃあここの城へ行きましょう。これは何城だ。また何かが使えないとかそういうことにはならないかな。こっち、あ、宝箱。あ、中には小さな紙が入っていた。ミカミックスは紙を読んだ。最も激しく燃える炎が宝の部屋への扉を照らし出す。はあ、元に戻したし。お、敵が全然違う。どうしよう、こいつはハイが効きそうだな。ドラゴンゾンビだから。あ、結構効くな。カトミン投げよ。そうするとおお、ヒットポイントも高いな。あ、マジ強い。アルテマが40だろ。ハイが2回打っても22だからな。半分くらいで済むな。基本的に先制攻撃できるから、アルテマ打つよりは崖を2回打った方がいいのかな。こっちはいけない。下から行きますか。あれ、なんか強そう。これはヒドラか。ティアマットみたいなやつだな。これはちょっとフレアを打とう。一体だし。こいつはヒットポイントありそうだな。風魔手裏剣も投げてこう。雑魚的なのにここまで全力でいかなければならないとは。で、暗黒剣はメイの剣。これで倒せるかな。549とか。しかも倒せねえし。結局40使ったな。フレア2回使っちゃったからな。弱点が分かればな。弱点で攻めていくんだけど、まあ、あんまり戦いは長引かせたくないので、ガンガン行こうぜで行きましょう。作戦ガンガン行こうぜ。なんかだいぶ大回りしてるな。なんか途中から、あ、こういうところで中に入れるけど、宝箱が右にありましたからね。あれもヒントかな、それとも宝かな。お、小さなメタルだ。よしよし。で、ここに入って、あ、セーブポイントがあんなところにある。お、こいつらはパワーがある軍団じゃないか。ドラゴンゾンビで、カトンを投げるから7個しかないか。最近忍術買い足してないからな。本当はな、これで死んでくれればすげえ効率がいいんだけど、どうしてもビビ様の手を2回煩わせてしまう。お金あんまり持ってないな。たまにお金持ってるやつは1000円とか。あ、なんかドラゴンがいる。戦おうか。今回は全力でいけるからな。レッドドラゴン、ティラノサウルス見てたの。レッドドラゴンっていうよりは、なんか見た感じブリザマとかどう、赤いから402。よし、これでいこう。投げる。風魔手裏剣と、風魔手裏剣もそろそろ買い足した方がいいのかな。レベル3フレア、おー、危ねえ。マヒャド斬りとかどう。310。お、しかもエアロガも発動した。ブリザマ、ソウルオブサマサ装備させればよかった。そういうのね、俺すぐ忘れちゃうんですよ。ニワトリ並みの頭しかないんで。ちょっとなんか使ってこう。神羅万象使ってみよう。なんかもう一個マスが空いてんな。
やばい、2回食らったら死ぬ。危ねえ。ベホまで回復。で、ブリザが。ピサロはちょっと自分で回復してもらうか、闇の剣で。よし、いいね。これはどうなの？おお、波動砲みたいな。敵全体か。ブレアスター。かっこいい。おお、結構強い。ちょっとここはもう蹴散らないでベフマーズに使っていこう。セーブポイントが見えたんで、まあテントを張れば全然回復できるんで、ガンガン行こうぜ。作戦はガンガン行こうぜ。これブリザーの方が強いかな、どうだろう。うん、弱かったなレッドドラゴン。なんか伝説の六竜は、お、ファイアービュートだ。あと1匹もうすぐセーブポイントがあるし、伝説の六竜はそんなに強くないですね。名前からしてすげえ強そうみたいな感じはするけど、まあ所詮は出来損ないの竜ドッタイだからな。あれ、何にもない。なんか左の方に宝箱があるな。あれもなんかすげえいいものが入ってる雰囲気が出てるけど、竜王がいる。あいつ何してんだ。手を手を動かしてるけど、てか宝箱はどうやって取るんだ。こいつを倒せばいいのかな。おお、竜王、ここ竜王の城だったのか。よく来たな、わしが王の中の王、竜王だ。最近 X とか X ですとかいうものが偉そうな顔をしていると聞く。実に不愉快じゃ。もし私に代わってエクスデスを倒してくれるなら力を貸してやるがどうじゃ。あ、いいんじゃん。いや、それは断る。そうか、嫌か。お前は心の狭いやつだな。これはあれかな、もう竜王、いいやつ竜王、竜王の孫、別にその敵対してないっていう。ではその前にお前たちが力を貸すに値するかどうか見せてもらおう。結局戦うんかい。おお、竜王だ。これどうしようかな、フレアで行こうかな。またソウルオブザマさん装備してない。まあそうなるとは分かってたけどさ。風魔手裏剣を投げるか。お、殴ってきた。しかし殴り程度では効かんよ。アルテマソードを使っていくか。おーりゃーん。おお、アルテマソードでもエアロが発動するんだ。ちょっと自己回復しないといけないね、食らっちゃったから。ためよう、ビビは。で、風魔手裏剣。てか竜王あれか、変身するか。ドラゴンの姿に倒すとバラモスゾンビパターンだな。なんで少しマジックパワーとかも温存しつつ戦わないといけないんで、勇者はな、結局ベホマズンがマジックパワーで必要になるからな。どうしよう、もうちょっと万全を期してベホマズンで回復させよう。で、シャローは命の剣、闇切るか。うん、500当たるな。よしよし。うわー、来たー、ほら、うわー。でもためは次打とう、ためを。アルテマソード持っちゃおう。これでビビが死んだなんてことになったら最悪だからな。あとは灼熱の炎とか使ってきそうだな、こいつ。その前に与えられるだけダメージを与えておく。猛毒の息か、ちょっと鬱陶しいの使ってくるな。おう、でも毒にはならなかった。よし、アルテマにしよう。これはテンション50のアルテマ。1600。マジで強え。ほい、風魔手裏剣。やばい、おお、やばいやばい、本当にやばい。どうせベホマーズに使うからこれはもう攻撃あるのみだな。白魔法のベホマーズ、あと1回か。で、ユキはもうどん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 手裏剣を投げていきましょう。おお、倒したー。強くなかったな、全然。
マジックマスターに比べれば全然弱かったな。あいつは本当に鬱陶しかったからな。ロンギヌス、槍だなこれ。わしは待っておった、そなたのような若者が現れることを。なんかあれ、え、召喚獣竜王。しかも言うな。そういうことか。消えてった。なんでみんな消えてくんだ。ルビスといい、どこ行った。ここは俺が座るぞ。座れない。あれ、宝箱どうすればいいんだ。1階下にあった宝箱、あれ欲しいな。ちょっと君は邪魔だよ。あれ手まで倒そう。300か。だったら炎で攻撃してった方が全然コストパフォーマンスはいいな。これさ、タイマーの腕輪プラス聖水って意味あんのかな。一回使ってみよう、聖水を。ちょっと1個下の宝箱がすげえ気になるんで、これはちょっと探索したいんで、ここのフロアは関係ないのかな。もう邪魔だ。心置きなく魔法が使えるもうボスを倒したから。しかも1個下にはセーブポイントがあるんで、いつでも回復ができるっていう。よし、みんなレベル35になってきたな。ここのフロア、あ、そうか、なんか最も激しい炎がなんちゃらかんちゃらみたいなこと言ってました。何で最も激しい炎って、意味が分からん。炎だって、なんか炎とかなくないっすか。もう本当にこいつらは。よーし、アルテマット2階か。どうしよう、テントで寝とこっかな。最も激しい炎が宝への道を示すみたいな。マジで全然わからない。なんかろうそくみたいなものがあるのかと思ったら、そういう感じでもないしな。1階上になんかあったかな。あ、ここにろうそくがある。最も激しい炎変わらない。見た感じ何にも変わらないぞ。なんか激しく燃えてる食材があるのかな。まずそれを探さないといけないかな。そうすると、ちょっとわからん。これも変わらない。てかもう敵が、よーし、ちょっと宝箱を探すまで、まあ送りますか。うろうろしててもしょうがないんで。今の押したらなんか音が鳴ってかさ、激しい炎って別に激しくなくね。見た感じ一緒なんだけど。そして意外に早く見つかったっていう。もうあとはこの雑魚を蹴散らしていけば。いや、これだけ苦労してるんだからさ、なんかすげえいいもの入っててほしいよな。これでなんかエクスポーションとか言ったらそれ怒るよ、これ作った人。あれ、行けねえじゃん。どっから行くんだよ。あれ、下から行くの。騙された。これはこれで騙された。そう言ってよ、扉開くときに。アルテマ、暗い。あとはちょっと不思議なダンジョンも探索してから、まあ闇の世界に
行きましょうかね。で、不思議なダンジョンは多分ちょっと構造がかなり似た感じになってくるんで、まあ要所要所のところだけやっていく感じにしようかなとも思ってるんで、まあ今回はとりあえずあの宝箱を取って、ちょっとまた小さなメダルも女王様に預けて、コロシアムも行って、おー宝箱、おリボンだ、これはいいぞ。ステータス無効でしょう。リボンただね、ちょっと防御力が多分弱いんですよね。そうだよな、源氏の兜に比べれば下がるけど、やっぱ状態異常が半端ないな。ゾンビとかもいけんな、やっぱリボンだな。ちょっと主人公ベホマズン役なんで、状態異常になるとかなりきついから、歩いて帰るか、もうめんどくさいから思い出の鈴を使って、でキメラの翼で一回メダル王女の城に行って、さあ何枚になってる、62枚、おーリボンまたリボンか、そうかそう言ってたな、66枚、メタルディングの盾も欲しいな。どうしよう、次のリボン、サークレット、魔力が上がるのか。ピサロロイヤルクラウンってなんだっけ、あ、高貴な人がつけられる、まあ、せっかく高貴な人がつけてるんで、まあ、ビビでいいかな。そうするとじゃあ、まあ魔力とか下がっちゃうけど、まあしょうがないっすね。やっぱりステータス以上はかなり重要なんで、でここまで来たからには今度こそ世界樹の葉を取っていきましょう。よーし、でコロシアムに行って、エクスカリバーとか確かかけられたんで、ちょっとそこら辺をかけていきましょう。まあ、まずはちょっと回復させるために寝て、100円、1万3000円しか貯まってないな。これじゃ何にも買えない。回転の証欲しいな。まずはなんかあるかな、ブレイブブレイブとかここら辺持ってないな。エクスカリバーがいけるな。ピサロ、おお、なんだこいつ、ジークフリーとか、もしやジークフリードだ、ジークフリードなんだね、ジークフリーとかと思ってたけど、ハイパードライブ、うおお強い、回復間に合うか、280、おお331、どう、もう残った残ったけど死ぬぞ次食らったら、回復が間に合わない、超強え、なんだこいつ、ちょっと装備を変えよう、女神のなんちゃらはいらない、ハイパードライブを守りのルビーでかき消せるかどうかだな。ちょっとこれでリベンジしましょう、守りのルビー、物理攻撃であればエクスカリバーは進化させたい、ハイパードライブ、いくつ、276、どうなのよし、これは全然大丈夫だ回復いける、火炎切り、あ、これも大丈夫だな。なんださっきハイパードライブばっかり連発してきやがって、あ、全然余裕じゃん、優しいジークフリード、さっきと比べて、また来たのか今度は手加減してやろう、しかしその甘さが命取りになる、それを思い知らせてやる。いやピサロ強えな、これてかこいつも強いけど、うわ309、結局食らうのか、いやでもまだいける、もう一回いけんな、これで100いくつ続いて160くらいは吸い取れるか、200は回復できんな。なんでハイパードライブの連発がない限りは、あとはマジックパワーだな、勝負は結構タフだな。こいつ仲間にしたいジークフリード仲間になんないかな、ハイパードライブ超強いし、あ倒した、魔物になってるし、エクスカリバー2 すげえ、でもエクスカリバー2ってさ両手剣とかじゃなかったっけ、そういうわけでもない、聖剣が進化を遂げた姿、ホーリー、
でもな、ロトの剣の方が強いし、ロトの剣は真空波が使えるんで、エクスカリバー、いや、ピサロはな、魔界の剣があるからな、だって。あー、全然だな。ちょっとピサロ減ったんで、もう一回宿屋に寝て、もう一つ下に魔人ノードだっけ、なんだっけ、あったんで、そいつも進化させたいんで、まあ、ピサロさんに頑張ってもらいましょう。魔人ノード、これだ。うお、これは甘い息。リボン装備させたらよかった。寝るなよ。寝たよ。これはリボンだな。死んだらリボン装備させてこう。おい、なんだこいつら。息ばっか使ってくんな。リボン使えば余裕なんじゃないか。焼けつく息とか。てかさ、死ぬまですげえ時間かかりそう。超めんどくせえ、これ。また、最悪、あれだな。早送りだな。え、マジで、終わんないよ、これ。もう命の剣を使ってガンガン攻めていくか。まあ、攻撃が全然食らわないんで、ここはガンガン押していきましょう。これはめんどくさい。もう、そろそろ、おお、フレア使ってきた。そろそろ闇の剣で回復しよう。生き残れるか。生き残れるな。全然大丈夫だよね。全然大丈夫だ。弱かった。苦戦するかと思った。おお、覇王の、てか斧って誰が装備するんだ。全然わかんないんだけど。あと何がある。だいぶやったな。あ、ここら辺が全然やってねえ。だいぶやったなとか全然やってねえし。地獄の爪も進化できんのか。また寝よう。アリーナも馬車から外れちゃってるからな。あと爪装備する人って誰だ？思い浮かばない。これ何？デスホールか。デスホールだったら倒せそうだな。全然いけるでしょ。56とか。雑魚だ、雑魚。これはもうサクサクサクっと。てか、ピサロマジ強えな。テンションが上がったけど、テンションが上がったまま、チルがいい。散ってった。ルーンの爪。なるほどね。で、次。ここら辺だな。裁きの杖。今更感がちょっとあるな。でももう今更感だな、これ。これ一発で倒せんじゃん。全然一発で倒すところが回復したし、もうめんどくせえな。そうすると三鷹あたりでいくか。天罰じゃん。戦うと、回復した。厄介だな、本当に君は。雑魚のくせに時間をかけさせてくれる。イカズチのついらない。次、祝福のつえも多分そんないいものにね、変わんないと思うんですよね。このパンドラボックスっていう段階で、あんまりいいアイテムの匂いがしない。500とか。あ、マホトラ。それは勘弁してください。おお、また使ってきた。でもこれで倒せるでしょ。1000は耐えられないでしょ、さすがに。復活の杖。うん、まあ微妙だな。まあレイズだからな、多分復活の杖は。ビーストキラー、電撃無知、メタルウィング。あれ、メタルウィングって売ってなかったっけ。ちょっとここら辺はいいや。あ、ゾンビメールがクロス。あ、水の羽衣があったね、あと。水の羽衣もやりたいけど、ちょっとピサロをまた回復して、一応ピサロリボン装備させとこうかな。どうしようかな。まあそれは負けたら考えるか。とりあえず戦ってみないことには何とも言えないんで。マジカルスカートじゃなくて水の羽衣。ああ、鉄巨人か。これはいけるな。
一刀両断。無駄無駄無駄、もう全然食らわないな。最初鉄球人めっちゃ強えとか思ったけど、もう今はただの雑魚だな。ただのデグノボーだ。鉄の塊だこいつは。レッドジャケットか。え、水の羽衣がレッドジャケットになるってどうなの。ユフィとかちょっと装備できそうなんで。あ、でも強いね。伝説の格闘家の魂が宿る服。なんか名前はしょぼいけど強い。非20丸でもまあミネルバビスチェがあるんで、まあ2軍のやつらの装備を整えるときに役立ちそうですね。2軍の装備全然変えてないんで。あと不思議なボレロ、これも変えとくか、せっかくなんで。あ、またこいつか、めんどくさい。211か。ちょっとこれは回復しながらの方がいいな。猛毒の息はとりあえず大丈夫なんですよね。まあ、毒になっちゃったけど、その眠りとか麻痺とかが厄介なんですよ。どうしようかな、回復だな。マジックパワーがちょっと少なかったな。こうなるんだったら回復させてから来ればよかった。この銘の剣がね、意外に減るんで。まあめっちゃ強いけど。あー来た、これ頼むぞ。あー麻痺った、最悪だ。麻痺が一番最悪だよなこれ。眠りは殴られればとりあえずなんとかなるんで、麻痺はねちょっと解けない限り。あ、死んだフレア、これはやられた。リボンを装備させよう。もうリボンさえつければどうにでもなる。ちょっと勇者の勇者のリボンってどういうことだ。でもビビもリボン装備してるって似合わないな。ピサロ、君もリボンをつけるんだ。不思議なボレロと、不思議なボレロやればもう大体あるものは。あ、変わってるし。変わるんだ、あいつ雑魚的だったんだね。じゃあ二軸弱なんてもうこれで一掃できるでしょ。ディアスターって何。でも C 耐性はなんだ。聞かなかったぞ。これで倒せるはずでしょもう。よし、これなんだ。まあ聞かないからいいっちゃいいんだけど。あれ、死の宣告になってる、いつの間にか。これで移送しろ。 OK。 あー、猫耳フードか。猫耳フードってなんかお金がなんちゃらみたいなやつじゃなかったっけ。お金を招く不思議な猫耳、これ装備しよう。間違えた。で、あとは多分ないはず。まあここら辺ちょっと持ってないんで。バーサーカーヘルムとか絶対バーサークになるよ。あ、タイマーの腕輪がある。タイマーの腕輪かけるとどうなるんだ。ちょっと外そう。タイマーの腕輪をかけてから終わりにしたいけど、ピサロのマジックパワーどうだったっけな。大丈夫かな。お、雑魚的だ。スターキメラがいるっていうところがちょっとめんどくさいけど、ヒットポイントが減ってる。徐々に回復していくしかない。ミス、珍しい。うわ、ホーリーだ。これがきついんだよな。ちょっとスターキメラを先に倒すか。 OK、 これであとはまた。うわ、死のルーレットとかマジ最悪だ。3分の1。さよ、ずるい。超きたねこいつ。自分は効かないのに死のルーレットって。いや、これ汚いでしょ。死んだよ。超ずるいアーリマン。もう一回かけよう。あれ、反則でしょ本当に。ガードって自分リスクゼロじゃん。こいつらは安全だな。負ける気がしない。無駄無駄無駄。ポイズンソード、今さらそんなもの無駄なんだよ。ゴスペルリング、ゴスペルリングってなんだ。ゴスペルリング、
大いなる福音の力で魔物を完全に退ける。これあれか、敵が出てこないってやつか。それだったら不思議なダンジョン楽そうだな。じゃあ一回寝て、はい、というところで今回はこれで終了して、ちょっと次回はまあ不思議なダンジョンの方ですね、潜っていきたいんですけれども、ちょっとそっちは要所要所で、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。